オーストリア国家条約、オーストリア国家条約、ドイツ語、オステアリー記者アシュターツバートラック、もしくは、オーストリア独立条約は、オーストリアを主権国家として再建する条約である。1955年5月15日に、ウィーンのベルベデーレ宮殿で、連合国とオーストリアが調印し、同年7月27日に発行した。正式名称は、独立。 民主主義のオーストリア再建の国家条約。自由で主権を持つ民主国家オーストリアを再建する条約である。1943年10月30日のモスクワ宣言を前提にしている。戦後の最初の政府が条約を締結しようとしたが、連合国がドイツとの平和条約を優先したために失敗した。冷戦の開始によって条約は遠のいた。この頃、 復活したユーゴスラビア社会主義連邦共和国がケルンテン州を割上するよう要求したが、オーストリアはこれを退けた。しかし、1919年にイタリアがオーストリアハンガリー帝国から奪った南ティロルを取り戻すことはできなかった。その後1953年にスターリンが亡くなったことで交渉の雰囲気が高まり、 1955年2月には、ソ連のモロトフ外務大臣との会談を果たした。オーストリア国家の一般項目に加えて、少数派のスロベニア人やクロアチア人の権利についても、詳細が定められた。1938年に実行したアンシュルスを、新ドイツと行うことは禁止された。ナチズムやファシズムの組織も禁止された。さらに、条約締結後は、 英政中立国になることを宣言すると約束した。ソ連はこの宣言をもってオーストリアが NATO に加盟しないことを望んだ。この中立宣言は条約の原文には入らなかったが全ての占領軍が撤兵した1955年10月26日に議会が宣言した。条約締結を受けて連合国占領軍は1955年10月25日に オーストリアから撤退した。それ以降、10月26日は国旗の日としてオーストリアで祝われ、1965年以降は建国記念日になった。ありがとうございます。